2020年2月29日土曜日、武田塾採用説明会を実施します。生徒の人生を武田塾で一緒に変えましょう。皆様のご応募お待ちしてます。詳しくは概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾お茶の水本校校社長清水です。武田塾教務の高田です。清水先生、はい、もう3月、はい、もうすぐ近づいてますよね。はい、春ですね。武田塾でも無料受験相談に来る人が一番多い時期ですよね。うん、そうですね、はい、3月4月はすごいですね。はい、で、皆さんのためにちょっとお話しとくと、武田塾無料受験相談をやってます。はい、入塾しなくてもいいから、なんか勉強の悩みとか困ってることとかをこう武田塾来て相談してもらえれば、その校舎の先生がね、こうしたら大丈夫だよみたいな、こうしたらいけるよみたいなふうにね、アドバイスしてくれるっていうのがあります。はい、皆さんぜひね、活用してもらえたらなと思うんですけども、はい、今回その受験相談に関する、質問が来てるんですか。はい、受験相談を使い倒すためにやるべきことは何ですかと。なるほど、3回行きましたね受験相談に。はい、高1の頃、高2の頃、高3の頃って1年に1回ずつ受験相談行って、はいはい、それで武田塾入らずに京都大学に合格できたっていうのがあるって、本当に受験相談ありがたかったなと思ってるわけなんですけども、まず一つ目は質問を事前に考えてくるっていうのが一つです。はい、林塾長とか中森先生とかってやっぱ動画の人だったんで、はい、当時東京のお茶水本校までオープンキャンパスのついで行って、こうせっかく話せるチャンスだったのに、なんか聞けなかったみたいな、あれも後からあれも聞けなかったみたいな、新幹線で、はい、あ、これも聞いたけよかった、あれも聞いたけよかったみたいなのが出てきてたんで、はい、まあ、事前に質問考えておいて、なんかメモとか紙とかにまとめてきてくれるとすごくいいなと思います。まあ、僕らからも基本的に、まあ、今どんな感じで勉強してるのとか、まあ、まあ掘り下げたりして、現状だとこういう風な感じがいいよってお勧めしますけど、まあ、具体的に特に困ってる部分ですよねっていうのを教えてくれると、シャープにまあ回答しやすいかなっていう風に思いますね。で、僕2つ目に、はい、今の自分の悪いとこなんですかって聞くっていうのは、ズバッと君はここダメだよってちょっと言いづらいというか、ここ直せばもっといけるのになとか、まあ、いうケースももちろんあるんですけど、直さないといけないところをちゃんと自分で自覚すると。そうですよね。で、それを武田塾の相談に行った時に、いろんなね、アドバイスがあるわけじゃないですか。はい、受験相談中に例えば10個アドバイスがあったとします。一番自分が必要なアドバイスどれなのかっていう優先順位が大事だと思うんですね。で、その時にもうこうビシッと言ってもらうために、はい、こう自分のダメなとこどこか教えてくださいと。例えばその予備校行ってるのに復習してなくて、テキストを未完成なままこうやってることが一番まずいことなのか、参考書の選び方が難しい本ばっかり選んでしまってることが悪いことなのか、なんか単語の覚え方がそれじゃあ身につかないよっていう、そういう部分が一番悪いとこなのか、なんか自分の勉強してるところでこうまずい部分っていうのをバシバシ指摘してもらって、それを改善していくのが一番早く成績上げれますね。やっていくことですね。受験生終わった後に、まあ、授業終わった後で勉強法聞きました、でもやりませんでしたって意味ないじゃないですか。なので実際その聞いた内容とかを実践するっていうところまでやらないと、受験相談使い倒してるとは言えないかなっていう。武田塾の受験相談だけで東大京大受かる子って毎年いるじゃないですか。はいはい、僕も受験相談乗った子で東大受かりました、京大受かりましたとかで、ね、感謝のメールとかもらったこともあってすごく嬉しいんですよ。はい、ただそういう風に受験相談活用して勉強法を変えてうまくいく人がいる一方で、頑張ってアドバイスしたんだけど、なんかこううまくいってませんでしたみたいなね。はい、で夏ぐらいにまた戻ってきて、でやっぱり武田塾で入って管理されながら頑張りますっていう人も結構いたりするんですよ。はい、受験相談来てこうアドバイスもらって、そのアドバイスがいいなと、これやれば成績伸びるなって思ったんであれば、その後ちゃんと頑張ってほしいと。はい、正しい勉強法を教えてもらえたら、そのやり方で頑張りますっていう姿勢は、はい、受験相談で結構大事かもしれない。うん、でも僕としては気軽に来てほしいっていうのはあるんですよ。そうですね、何を聞いたらいいのか分かんないっていうのもあると思うんで、まあ、じゃあ今の状況からヒアリングして、細かくだとするとこういう状況だから、こっちの、まあ、こういう風に勉強したとこういう失敗しちゃうよねっていう中にも全然アドバイスもちろんできるんで、まあ、保護者様だけとかも結構お茶の水来てもらえますし、はい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 、なんでもう別にフラッて来てもらってもそれはそれで全然いいかなとは思います ね。 そうですよね。はい、管理されたいとかね、自分一人じゃ厳しいって人は武田塾の話ももちろんするんですけど、基本武田塾の受験相談来て、なんかこう損したって人はいないですよね。はい、得るもの一つもなかったみたいな人っています、はい、聞いたことあります。まあ、すごい勉強法が参考になりましたっていうのは、まあ、ほぼ 100% 言われるからそうですよね。はい、自分の受験勉強一歩踏み出すきっかけに、この無料受験相談使ってほしいなと思いますね。今ね、はい、受験生これからなる子だと、本当にこの1年頑張るぞって気持ち持ってスタートしてほしいんで、はい、まあ、武田塾の受験相談一度受けてほしいなと。で、今自分が何すべきなのか、
あと今自分が抱えてる悩み、それを解決して勉強スタートしてほしいなっていうのは思います、うん、ぜひ、うん、武田塾の受験相談無料ならね活用してもらえたら、はい、ちょっと宣伝僕が違いましたいや本当に僕自身もそれで兄弟受かって武田塾の受験相談に感謝してるですし、はい、皆さんにもきっと役立つと思ってぜひ使ってもらえたらなと思います。はい、お待ちしております。はい、今回は以上です。武田塾お茶飲み村校、はい、合格実績が考えるんですけども、はいはい、実際受かってるんですか、どうなんですか。実際結構受かってます。ほいほい。実際に受かった大学とか学部を一人一人手書きで書いて掲示したものになります、はいはい、私が校舎長として掲げたいテーマとしては生徒の成績をとことん伸ばす、この一点です。自分の叶えたい夢っていうのが一人一人あると思うのでそれを叶えてほしいからです。それでは武田塾お茶飲み村校行ってみましょう。